紹介するのは、近藤文江さんが書かれたインフルエンス。文藝春秋から出ています。ある作家のもとに、一人の女性から出版社に手紙が届きます。私と友人二人の女性三人の30年にわたる関係を聞いてほしいという内容でした。手紙の主は戸塚ゆり。大阪の団地で育っています。ゆりには小さい頃から日野さと子という友達がいました。ゆりの家にたまたま祖父が来ている時にさと子が遊びに来ました。ゆりちゃんもおじいちゃんと一緒に寝るの？さと子は何度もゆりの祖父に尋ねます。女の子はおじいちゃんと一緒に寝るんだよ。そうでしょ？小学2年生の時である。この夜、父母と祖父は何やら長く話し込んでいました。ゆりはこの時何も気づきません。ゆりとさと子も学年が進むにつれ疎遠になっていきました。中学生になり、東京から団地に坂崎真帆が引っ越してきます。本を通じて真帆とゆりは友達になりました。さと子は中学になると不良の細男と付き合うようになり、学校に来ない日もありました。中学2年生の時、ゆりの家で真帆と一緒に宿題をしていて遅くなり、真帆を途中まで見送ったゆりは、真帆が白い車に乗せられそうになるのを見て無我夢中で止めた時に男を包丁で刺してしまいます。二人は慌てて各々の自宅に帰りました。次の日、ゆりは熱が出て学校を休みます。母から団地で人が殺され、さと子が警察に呼ばれたと聞きました。さと子は車に乗せられそうになり、男を包丁で刺したというのです。現場はさと子の部屋の窓が見える場所でした。この事件が実は3人の関係の始まりだったのです。読んでの感想なんですけど、まあこう女性が絡む何とも言えんこうあらすじですよね。え、この後どうなっていくの、ドロドロなんていうようなね、この感じがしますが、まあ、あの大阪の小説家にこの話を持ち込むところから始まっているんですね。で、著者の近藤文江さんは実は大阪の出身なんですよ。まさかと思わせる展開です。まあ、あらすじはかなり前半部分で、まあしか紹介してないんですけども、この後3人は奇妙な関係でお互いにインフルエンス、影響していきます。団地という閉鎖性の中での人間関係がこの作品の特徴なのかもしれません。これまで近藤さんの著書といいますと、サクリファイスシリーズのスポーツものであったり、タルトタタンの夢のビストロパマルシリーズ、女清掃員探偵キリコシリーズなどなど、まあ読んできたんですけどね、どれとも違い、読み終えた後もなんだかすっきりしない感覚があります。まあイヤミストでも言うんでしょうか。まあ、すっきりしない分、ひょっとしたらこの女性の意図はこうだったのかと読んだ後にね、いろいろ妄想できる本でもありました。もちろん一気読み間違いなしです。私も一気読みでした。さて、この文藝春秋から出ている本ですが、著者の近藤文江さんは1969年大阪生まれ、大阪芸術大学文芸学科を卒業されています。1993年凍える島で第4回鮎川哲也賞を受賞されています。著書にはサクリファイス、スティグマータ、モップの姓は旅に出る、タルトタタンの夢などなどたくさん出されています。今日紹介したのは近藤文江さんが書かれたインフルエンスでした。最後まで質
聴してくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。新しい動画のお知らせが届きますよ。